神里様、こちらが完成したお着物です。もうすでに畳んで贈り物用の箱にしまっておきました。それと神里様が特別に用意したあれも準備できてますよ。ありがとうございます。本当に可愛い服だったので作っててとても楽しかったです。こちらこそありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。旅人さん、私から一つあなたへ贈りたいものがございます。おー、高級品みたいだぞ。髪飾りかな。白鷺を題材にして作ったかんざしです。髪飾りにもできますし、置物としても使えますよ。あなたをただ働きさせるわけにはいきません。これをどうぞ受け取ってください。はい。そういえば、綾香の称号って白鷺の姫君だよな。このプレゼント、お前と同じですっごく綺麗だな。パイモンさんは人を褒めるのがお上手ですね。それを見て私を思い出してくれるのでしたら、それだけで十分満足です。いい、きっと見るたび思い出すさ。よし、じゃあ準備もできたし出発だ。椿って人のところに行ってみようぜ。ここが鬼人の住む場所か。なんだか肌寒い感じがするぞ。本当にここに人が住んでるのか。私も少し意外に思っています。おかしいですね。手記によるとここで間違いないようですが、まさか。少々不安になってまいりました。しかしここまで来たのですから、やはり入って確かめた方がいいですよね。おお、そうだな。もしかしたらお宝があるかもしれないぞ。そうだ、手記には何て書いてあるんだ。そうですね、鶴は髪を飾るための花を運び、白兎は四つの月光を袴に縫い上げた。きちんと着飾り、私は東へ向かって椿の名を七回呼んだ。すると瞬く間に彼女の家に通ずる道に私は立っていた。童話みたいなお話だな。お前のお母さんはそうやって椿の家に行ってたのか。なんだかある種の謎かけのような気がします。もう少し近づいてから判断しましょう。手記のようです。もしかすると椿さんの手記でしょうか。皆さん、一度外に出ましょう。ここの雰囲気は思っていたものとは少し違っていました。なぜかは分かりませんが、この手記をここで開けたくはありません。そうだな、暗い場所で文字を読むと目にも悪いからな。外に行こうぜ。
ここなら大丈夫でしょう。早く中に何が書いてあるのか見てみようぜ。貴重なお宝だったりして、楽しみだ。どうした？いきなりそんな小声で話しかけるなんて、オイラを緊張させるなよ。あやかが手記を見るのを邪魔したくなかったんだな。あの手記、本当に何かあるみたいだ。でも、あやかの表情を見るに、お宝じゃなさそう。一体何なんだろう。旅人さん、パイモンさん、大変お待たせしました。全然待ってないぞ。読むのが早すぎる。はい、全て読み終えました。この手記に書かれた真実はあなた方にも共有すべきものだと思います。内容は思っていたものとは全く違っていましたが。違う？狐紳士の手記じゃなかったのか？狐紳士ではございませんでした。椿さんの正体は私のお母様でございます。え？驚きますよね。私もです。しかしこの手記の最初にはこう書かれていました。椿は普段の私と同じでありながら異なる存在。私が椿である時だけ上里佳代ではなく、ただの平凡な女の子になれる。以下のすべては椿としての私の生活を記録しただけのもの。手記の中に書かれていたのはお母様が日常で経験した出来事や考えでした。私たちが椿だと思っていた女性もお母様の考えでしかなかったのです。それって服の裁断図も異国料理も。はい、すべて私のお母様が試したかったことのようです。あなた方にとっては不思議に思うかもしれません。しかし私からすればお母様のこのような振る舞いはよく理解できます。それどころか実は私もそのような一面を持っているのです。手記を読んだ時、自分の考えが全て人に見透かされているのではないかと思うほど、そこには私と同じ気持ちが書いてあり、あっけに取られてしまいました。あやか。お母様がお父様に嫁いでからずっと上里家の守護として全ての事務を担当してきました。高貴な身分であるシャブ業では管理すべき点が多々あったのでしょう。それだけでなく、お母様の一言一行は上里家を代表していました。人々から常に注目を浴びせられていたと思います。そのような状況の中、自分のやりたいことをする時間もなかったはず。両親が亡くなった後、お兄様と私は上里家のすべてを引き継ぎました。その中で遭遇した数々の困難は他の方には想像できないかもしれません。私が面倒ごとにあった時、いつもこう思うのです。お母様も以前このようなことを経験したのでしょうか。お母様ならこのことをどう対処したのだろうかと。お母様と離れ長い時間が経ったからかもしれません。私の記憶に残っているお母様は威厳ある高貴な一面だけです。しかしこれはいけないことなのです。この手記を読んだ時気づきました。お母様も私と同じようにどれほど大きな責任を背負っていても
結局はただの人であると。綺麗なお着物を好み、各地の美食を食べ、見たこともない美しい風景を見る。それらに憧れていたのです。もしかするとあなた方はそのようなことを稚拙に思うかもしれません。しかし私は確かにそのような考えを持っています。神里綾香としてではなく、普通の女の子として生きるという思いをお母様が書いていました。稲妻の民たちの間で行われるお祭りにずっと参加したかったと。天気のいい夜に家から遠くを眺めると、たまにお祭りの明かりが見えると。私も見たことがあります。夜空を照らす明かりがとても綺麗なんです。とても賑やかで、そこの治安を心配するほど。しかし私たちの立場では闇雲にお祭りに参加することはできません。特に両親がいた時代は、シャブ業と人々の関係はそれほど親しいものではありませんでした。私たちを止める人がいなくとも、突然シャブ業の人間が群衆の中に現れれば、皆さんに注目されることでしょう。一体これから何が始まるのかと思うはずです。お母様は人々がそうしてかしこまるのを嫌っていました。皆さんにお祭りの楽しさと自由を味わってもらえることを望んでいたのです。人々の邪魔をしたくない上に、あまり良かもない方でした。そのため一度もお祭りに行ったことがなかったようです。そうだったのか。じゃあ、あの祭壇図に書いてあった服って祭りに行くときに着る服だったってことか。はい、お祭りでは異国からの料理も売られることがあったので、それも味わってみたかったのでしょう。こういうことを言うのは少々ふさわしくないかもしれませんが、お母様も意外と乙女な一面を持っていたのですね。ふさわしくないなんてことないぞ。お前のお母さんは可愛くて責任感のある人だとオイラは思う。知らず知らずのうちに、私がお母様の代わりに願いを叶えていたのですね。しかしお祭りに行くことだけは私もできません。どうやらお母様のためにそれを行う機会もないようです。はい、分かっています。ありがとうございます。この一件で私もいくつかのことに気づけました。お母様と私、いろいろと通ずる点があるようです。お母様が直面したことは私も同じく向き合うべきこと。お母様は実現できない願いを椿に託した。私、決めました。はい、まさかお前も。いえ、私はこの方法を使うつもりはございません。ただ新しい目標ができました。悔いのない毎日を送りたいと思います。その旅人さん、私落ち着いて気をしっかりと。私たちのお祭りに興味はございますか？告知を見た時からずっと行きたかったんだ。綾香も興味あるんだろ？はい、あの、笑わないでくださいね。私も昔同じような悩みを抱えていたんです。しかし今はもう吹っ切れました。私は自分の願いを叶えるために心に忠実に生きようと思います。あなたでしたらきっと私のわがままを責めることはないですよね。その私と一緒にお祭りに行ってくれませんか？行く行く。
祭りってうまいもんがたくさんあるだろ。それと楽しい遊びもな。よかった。お二方感謝します。今から行けばまだ間に合うかもしれません。そうだな、今日は最終日だったよな。じゃあ早速行ってみようぜ。着いたぞ。でも思ったより賑やかじゃないみたいだ。どういうことだ。今日はお祭りの最終日、観光客もそろそろ帰っている頃合いなのでしょう。最終日は人も少なくなると聞きましたので、事前に撤収作業を始める屋台もあるそうです。私聞いてきます。どうしても一度は参加したいので。おう、その意気だ。オイラたちも付き合うぞ。人が少なくなってきただけで、お祭りはまだ終わっていません。早く向かいましょう。おい見ろ、あそこの屋台お面がたくさんあるぞ。祭りに参加するにはお面をかぶるって聞いたことあるけど、今もそういった風習はあるのか。以前はそのような風習がありましたが、今ではお祭りを賑やかにするための流行り物となっています。絶対に被らないといけないわけではございません。よう、神里家のお嬢様じゃないですか。こんにちは。みんな彩香のこと知ってるんだな。さすが稲妻の有名人。もちろんさ、シャブ業の神里家は稲妻でもすごく有名な一族だからな。特に神里家のご兄弟は家を継いだ後しょっちゅう外に顔を出してた。神里のお嬢様を見たことがない若いもんも多いが、俺みたいに年を食ったおっさんは結構目にしたことがあるんだぜ。そんな、私とお兄様はただ義務を果たしていただけです。神里家の人間が祭りに来てるとこなんて初めて見ましたよ。公務中ですかい？あ、いいえ、こちらの旅人さんも案内してあげているのです。おお、旅人。そう言われると確かに知らない顔だな。若いの、初めて稲妻に来たのか。楽しんでいけよ。ああそうだ、おい野郎ども、神里のお嬢様が祭りに来てるんだ。撤収作業を早まるなよ。お待ちを。そのあまり大げさには、私たちはただ感謝するぜ。だな、声をかけてくれなかったらみんな撤収してたかもな。だってもうじき店じまいの時間だろ。確かにそうだが、俺たちも神里のお嬢様が祭りに来るのを初めて見たんだ。それだけでも屋台を続ける甲斐があるってもんよ。そうだ、この二つのお面をお前さんらにやろう。いえ、もうこんなにもお世話になったのです。これ以上は。いいんですよ、持って行ってください。俺たちみたいな一般人も普段からシャブ業の世話にはなってるんです。どうかお返しさせてください。それを受け取ってくれなかったらおじさん面目丸つぶれですぜ。しかし、わかりました。遠慮すんな、楽しければいいんだ。
さんか。この小ささのお面は悪いけどないな。おや一人だけお面なしで祭りに参加しなきゃいけないのか。パイモンさん大丈夫です。お面は必須ではございませんよ。でもなんか仲間外れにされた感じがするぞ。なら葉っぱをかぶるのはどうだ。お前さんの顔なら十分だろう。いやだ。じゃあ仕方ないな。安心しろ、おじさんがすぐに小さいお面を作ってやるから。本当にありがとうございます。いいんですよ、神里のお嬢様。明かりがついてるうちに夜の祭りを楽しんでください。はい、では旅人さん行きましょうか。あ、少々お待ちください。一つ説明しなければなりません。先ほどは緊張していて、その言い訳をしてしまいました。ここへ来たのはあなたの案内をするためだけではございません。私を信じてください。私はその心からあなたと一緒に来たかったのです。はい。旅人さん見てください、おみくじの屋台がございます。あ、彩香様、珍しいですね。今日はお友達と。どうぞ寄って行ってください。おみくじをやっていきませんか。はい、一回おいくらでしょうか。彩香様は知らないかもしれませんが、僕の叔父は以前シャブ業の世話になったことがあるんですよ。あの頃はあなたの父親がご存命で対応してもらったんです。ですのでお金なんて取りません。え、本当にいいのでしょうか。もちろん、よろしければ僕の屋台で楽しんでいってください。それにそちらのお二方もどうぞ。旅人さん、パイモンさん、どうしましょう。あやかはみんなに好かれてるな。それじゃ遠慮なく。旅人さんが言うのなら私も遠慮なく。店主、おみくじをお願いします。はい、こちらになります。おみくじを引いてください。中を開けて運勢を確かめてみてください。あ、どうだった？オイラは中吉だ。なかなか悪くないな。私も中吉でした。旅人さんは？それはとても幸運でございます。おめでとうございます。大吉ジン、金色の恋が波を越え高い名声を持ち貴人と触れ合う。この先もきっと幸運が持ち続けることでしょう。いい兆しだな。おめでとうございます。皆さん運がいいですね。これほどの幸運ならこれから何をしようともきっとうまくいくでしょう。そうだな、これからもこの運が続いていくといいな。
ちらは食べ物の屋台ですね。稲妻を代表する美食がたくさんあります。何か食べたいものはありますでしょうか。私が買ってきます。どれも美味しそうだぞ。ふふ、全部食べていいか？もちろんです。でも残しちゃうともったいないよな。一つ一つ順番に試していこうぜ。あやか、あそこの団子が欲しい。はい。あれも美味しそうだな。それとあそこの卵焼きも。食べてみたいな。では私はこのひよう餅にします。はいよ、すぐ用意します。うん、ひよう餅美味しい。そうだろう、うちの屋台の人気名物なんだ。店主、オイラにも一つくれ。ぶしつけなことを聞きますが、これは何でできているのでしょうか。作りたいんですか。いいですよ、ちょっと待っててください。作り方を書きますんで。新しいレシピだ。え、教えていただけるのですか。商売をする上でそういったものは秘密なのでは。皆さん、君波料亭の店主に異国の料理を教えましたよね。俺と彼女は古い友人なんです。普段から料理の腕を競い合ってまして。だから俺からもお礼をさせてください。どうぞ遠慮せずに。ありがとうございます。帰ったら必ずこの美味しいお菓子の作り方を勉強します。そちらのお客さんも一つ持ってけよ。美味しいぞ。ご自身の手で美味しいものを作る感覚、ぜひ試してみてください。はい、このお菓子の作り方を学んだ後、旅人さんとパイモンさんに試食してもらってもいいでしょうか。いいぜいいぜ、約束だ。はい、頑張ります。終わりが近いのにこんなに面白いなんて、オイラお祭り大好きだ。はい、私もそう思います。今日ここであなた方と一緒にお祭りに参加できて本当に良かったです。ここは絵馬を売っている屋台ですね。稲妻の人々は絵馬という五角形の木板に自身の願いを書き、それが叶うことを祈るのです。リーヨへの回答と似たようなもんか。これも願いを叶えるためのものなんだな。そこの人たち、エマはどうだ。祭りの最後に君たちの願いが叶うよう祈ってみないか。面白そうだ、試してみようぜ。でも字を書いたり絵を書いたりするのか。オイラは遠慮しとくよ。お腹いっぱいで頭がぼーっとしてるから、今は頭が働きそうにないし。店主、エマを2つお願いします。はい、エマ2つです、どうぞ。旅人さんはどのような願いを書くか決めましたか。私も決めました。お二人さん、願い事を文字や絵にして絵馬に書いてください。完成したらそこの絵馬掛け人前に展示するのか。よし、だったらオイラもやるぞ。オイラの腕前を見せてやる。これでよし。あなたの絵馬を見てもいいでしょうか。これはあなたと妹さんですか。素敵ですね。きっと見つかるさ、自信を持て。はい、
イモンさんの言う通り、その願いはきっと叶うでしょう。私もあなたのために祈っています。あやかが書いたのって天守閣か？はい、私の願いは稲妻の皆さんが平和に幸せに生きること、そして家族や友人が健康でいることです。この願いが叶うことを祈って。はい、ありがとうございます。あ、もうこんな時間ですね。え、もう行っちゃうのか？はい、お祭りもそろそろ終わりですので、楽しければ楽しいほど時が過ぎるのは早いものです。流れる水と舞い散る桜のように。戻りましょう。旅人さん、私お祭りに来てこのように遊べる日が来るとは思いもしませんでした。これまでの付き合いから私の性格はもうご存知ですよね。私のような性格ではあなたがいなければこの日をこれほど楽しくは過ごせなかったでしょう。ありがとうございました。今日は私にとってとても大事な日になりました。永遠に心に刻んでおきます。お祭りっていいですね。規則もなく、一人一人心の底から笑顔を浮かべられ、自由で楽しい。機会があればまた行ってみたいものです。本当ですか？それは良かったです。そういえば私って旅人さんと少し似ていますね。私にはお兄様が、あなたには妹さんがいるのですから。あなたの妹さんを早く見つけたいという気持ち、よくわかります。はい、わかります。家族との縁にし、誰にも断ち切ることのできない絆です。私たちが過ごすこの世界で、最も重要な根でもあります。あなたならきっと、妹さんを探し出せるでしょう。決して諦めないでください。その、友人として、私があなたを見守り、支えます。はい、そう言っていただけて安心しました。旅人さん、もう一つ行いたいことが。お時間を少々いただけませんでしょうか？どうか見ていてください。
そうでしたか。私の舞、うまくできていたでしょうか。すっごく綺麗だったぞ。綺麗で、優雅で、おいら、よくわからないけど、きっとこれが芸術ってやつなんだな。ありがとうございます。私、こういう舞には慣れていなかったのですが、恥をさらさずに済んでよかったです。ただの気まぐれで、こんなわがままをそういえば、今日は本当にわがままばかりの一日ですね私もそう思っています。あなたと一緒にいると時間が過ぎるのがとても早く、それでいてとても緩慢です。では本日はここまでにしましょう。後の道は自分一人で大丈夫です。おやすみなさい。